皆さんこんにちは。今日はココハをやっていこう。イエーイ。ココハちゃんに事前に10問聞いてあります。はい、ママも回答知らないのでママも参加します。はい、はい、それではやっていこう。1問目。はい、わかる気がする私。ちょっと不安。不安。好きな色は色。何が好き？あの2つ選んだ。2つ書いたの？うん、1つで待ってたらいい？なんだろう、ちょっとわかんないんだけど。オッケー。1個は合ってると思う。ここも合ってない。はい、せーの、じゃん。紫、白黒。そう、迷ったの。黒もママは紫、ピンク。紫じゃあ、はい、正解は黒、ピンク。はい、なるほどね。何、そういう系が好きなの？私も好き。そうです。私ママピンク当たり。じゃあ、絶対白当たると思ったの。じゃあ黒。黒当たりだ。じゃあ半分にしよう。はい、2問目。推しは誰？推しなんている？これも2人です。2人迷って書けよう。推しいるの？最近なんか推しが増えてきて。私も最近推しが増えて困ってる。あ、そうなんだ。5人くらいいる気がする。やば。あ、そんなに増えた？いいことじゃん。2人？推し2人って。絶対これだと思う。ママも自信はあるよ。自信あるよ、めっちゃ。ちょっと推しが分かんない。せーの。一緒。3人一緒です。チェ・ジョンヒョプと二階堂ふみ。正解は絶対私でしょ。じゃーん、二階堂ふみ、山本舞香。2人似てる同士じゃん。その系統が好きなの。あー、確かに舞香ちゃんだね。そう、なんでさ、分かってくんないの。確かにな。はい、ってことで、はい、0.5 ポイントずつです。はい、じゃあ1ポイントだ。はい、わいわい。続いて、休日にしたいことは。休日にしたいこと。何それ。あれかな、多分ね、絶対当たらないと思う。休日でしょ。平日はやってないってこと。平日やってる。やってない。みんなやってない。じゃあちょっとこれにしてみます。じゃあこれにしてみる。逆にやったらやばい。せーの、じゃん。パン作り、ピクニック、買い物。買い物は平日でもできるよ。パン作りも平日でもできる。あ、確かに。パン作りと迷ったんだよね。はい、はい、正解はゆっくり寝たい。わかんないよ。確かに休日しかできないわ。だいたい9時だよ。私11時ですけど。私12時。買い物かかった。うわ、悔しい。休日しかできないじゃん、これ。確かにね。好きなアイスは。好きなアイス。何買ってるっけ。昔は分かるんだけどな、今は分からんな。あ、はい、OK。 これはもう自信あり。うちちょっとさ、雪見大福食べたいんだけど。ちょっと私も雪見大福食べたい。いきます。はい、せーの、じゃん。板チョコアイス。そうなの。ママスーパーカップのバニラ。確かに。でも前回食べてたのが板チョコだった気がする。そう、ゴミが机の上に落ちてたので。落ちてた。ソファに落ちてた。そう。はい、せーの、雪見。なんで迷ったけど。だって板チョコはさ、そこにあるから取っていただいてさ。へえ、よくわかんない。これでしょ。これそれか。わからないです。好きなドラマは。卵はちょっとカレーさん。でもあえて違うの選ぶかも。ちょっと待って。あれかあれなの、うん、多分一緒。ママとね、あっちかあっちだけど、こっちにしてみる。こっちにしてみた。ねえ、そんなんなし。オッケー。せーの。I love you、プロミスシンデレラ。闇バイト家族。そう、うち闇バイト家族か、I love you で迷った。そう、マコも。なんで、そう、今さ、Hulu で見てるやつかと思った。もう見てないよ。絶対違うじゃん、これ。はい。見直し。はい、ココハちゃん。なんでこうなの。正解はこれでしょ。いやー
なの？闇バイト家族好きじゃん。ね。あー、もう迷ったんだよ、すごく。あ、ね、あー、残念。好きだけどさ、一番もさ、これでしょ。アイラブユーハマっちゃったわ。闇バイト家族遅い近くって思ってた。今回、いとことゆっくり見てたら可愛かった、めっちゃ可愛いよね。可愛い。はい、続いての問題。あと今一番欲しいものは。あ、欲しいものあるの？あるよ。え、欲しいもの全部買ってた。多分ママわかると思う。これママのサービス問題。全然わかんない。ママのサービス問題。それだな、多分。あ、わかった。でもさ、これ欲しい。誕生日に欲しいものとかは聞いてないよね、今のところ。そう、買ったよ。もう欲しいものしかあるよ。欲しいものはないと思うんだよ、ね。ないと思うんだけど。それ。え、絶対ママ知ってるよ。マジでわかんない。絶対わかんないよ。え、ね、今笑ってるのに絶対違うってこれ。え、絶対かけました。せーの、ソファー。え、アマゾンギフト券。犬。え、待って、ソファーかな。え、なんかソファーかなと思って。前、行ってたじゃん。コンビニ行った時に、なんかアマゾンギフト券が欲しい。何が欲しいの？言ってたわ。アマゾンギフト券。え、いろいろ欲しい。答えは、せーの、ネックレス。あ、言ってた。絶対わからん。絶対これは絶対わからん。絶対わからん。では、行きたい場所は。あ、もうこれみんな分かる。分かるでしょ。あれと勘違いしないで。何と勘違いしちゃダメなのかな。え、あれだと思ったんだけどな。さっき。みんなあれじゃないからね、分かって。え、あれだ。あれかあれでしょ。あそこかあそこでしょ。だから。私も二択。あそこかあそこなんだけど。あそこかあそこ。二つ書いていい？あ、二つ書きたい。いい、二つ書いて。いいよ。あるのそれ。勘違いされそうで怖い。勘違いしてそうで怖い。いくよ。せーの。韓国、三重県のホテル、三重県と韓国。鈴鹿サーキット、韓国、飛ばしサイドホテル。違う。迷った。ここで来たよね。来たじゃん。迷ったのに。だからカチューシャかぶってたじゃん。だから私の部屋でカチューシャ散乱してた。それうち。普通にてっきりこれだと思うよね。思う。あと一個なんて書いたっけ。鈴鹿サーキット。鈴鹿サーキット行きたいって言ってたじゃん。え、私も行きたい。そっちも行きたい。めっちゃ行きたい。なんで当たんないんだろう。当たんないよ。はい、続いての問題。得意料理は？あー、え、2個書いていい？じゃあ私も2個書こう。いいよ。え、学校に出る？学校？あー、学校には、たまに出るけど似たようなやつが出る。似たようなやつ？全然わかんない。ライス系？ライス系？ライス系？何ライス系って？あ、もういいや、1個でいい。最近見た覚えある？見てません。出ちゃうかもしれない。よくママが作ってる。え、なんか休日とかライス系。はい、ライス系。ママがよく昼に作ってる。あ、もういいの？そんな言っちゃって。だってもうさ、全然分かってくんないじゃん。しかも。オッケー。これはもう当たるでしょう。せーの、チャーハン。正解は？最初オムライスかと思ったんですけど。最初パンかと思ったんです。みんな何？最初豚汁かと思ったんですけど。最初肉じゃなかと思った。あ、その次シチューかと思ったんです。学校であんま出ないとか言って、昨日出たのに。違うなと思ったら。正解はチャーハンです。イエーイ！正解！これはもう大正解。サービス問題。はい、続いての問題。ぽよよん。好きなキャラクター。あ、キャラクター？キャラクター？え？これにしてみます。キャラクター。なんかさ、騙されないの？また？また？え、なに？騙されるかも。やだ。あー、違くない？わかんない。なにそれ？絶対に騙されない。そうじゃない、それ。それかもしれない。はい、行きまーす。もう絶対違うけど。もう絶対あれって書いてある。ハンギョドン。ハンギョドン。逆です。ニコちゃむ。やっぱあってた。せーの。あれ？
えぇ、ー、え、当たった。嘘、嬉しい。勝ちたい。外食するならどこ。え、最近よく行く。全然行かない。よく行く。よく行かない。よく行かない。うん、もうなんか人生で何回くらい。え、分かった気がする。100回くらい。いや、え、ちょっと分かった気がする、これ。めっちゃ行ってるやん。あれかあれで迷ってる。え、でも、ジャンルは一緒。自分が好きな場所でしょ。最近言ってないけど、1年前とか自分はね、自分はね、じゃ違うかも。絶対違う。ちょっと一旦で書いてフチコに、これ絶対違う。いや、でも多分思ってること一緒だと思う。だから1年に数回は行ったことない。え、しない。ない。はい、みんなは。みんな、あ、あると思う。うちある。うん、はい、行きます。せーの、サイゼ、くら寿司。サイゼ、サイゼ、サイゼリア。おお、最悪。あ、答えは、せーの、サイゼリア。イエーイ。よっしゃ。だってクラは行くじゃん。やった。エラー行ったことある。今年行ってなくない。なえー、サイゼかいな。実家見てないな。あんた行っちゃってるよね。行ってない。あー、ここみちゃんも行っちゃってるよね。行ってたよね。先週4ヶ月くらいぶりに行った。もう美味しすぎてたくさん頼んじゃった。じゃあもう最後一回やろう。あ、とりあえず自分のポイント3点。お、最後の問題です。はい、店の中で一番好きなものにしようじゃん。はい、名前がわかんない。よろしいですか。よろしいです。はい、せーの。わかんない名前が。ポンデリング、黒のやつ、全体チョコ。わかる。これで黒いやつラブルチョコみたいな。だってさ、うん、リココの名前わかんない。ココ王です。ママポンデリングです。あ、ポンデリングだね。これでもっと合ってた。はい、じゃあどうぞ。はい、せーの、ポンデリング。イエーイ。ポンデリング。ポンデリングになった。ポンデリング。ポンデロングやこれ。はい、ポンデリング正解です。イエーイ。4点。ママとココミちゃん正解です。イエーイ。4点。はい、ココウです。めっちゃめっちゃありがとう。めっちゃココハちゃんはママとココミちゃんでした。イエーイ。なんで ポテロングじゃないの。だっていつもポテロング選んでるの。ポテリング、ポンデリング選んでるよね。あのミスドオフしたい。今決めてもさ、私は今も食パンの上にマシュマロを乗せてチョコソースかけて食べたいんですよね今。今日のところはこの辺で。